日立アスティモ株式会社は、東京都千代田区大手町に本社を置く、日立製作所グループの自動車部品メーカー。時構、九州合併した日立製作所の自動車部門が、分社し、日立製作所100%出資の日立、オートモティブシステムズ株式会社として設立された。2021年1月1日に、ホンダ技研工業の完全子会社であった。 景品、賞は、非新工業の3社と経営統合を実施し、称号を、日立オートモティブシステムズから、日立アスティモへ変更した。ブランド名は、アスティモで、アドバンストサステナブルテクノロジーズフォーモビリティの頭文字。また、吸収した時こ、景品、賞は、日清の各ブランドも使用する。 日立製作所、時代日立製作所オートモティブシステムグループ時代、日立アスティモグループが生産している自動車部品群、富士重工業、日立製作所と共同開発した、i イサイト t 賀事業所日立アスティモアメリカズ、インク、日立アスティモメヒコ。日立アスティモ、ヨーロッパ GMBH テクノパーク4、ローストラッサ28、85,445。 シュイグ、オバルディング、ジャーマニー・ヒタチ・アステムク・リミテッド、アスピナル・ウェイ・ミドルブルック・ビジネス・パーク。ホーウィック・ボルトン・ BL66JH、UK ・ヒタチ・ギシャ・系統有ウ・ユーシルーム1809、ザ・ヘッド・クォーターズ・ビルディング、168、シーザン・ロード、上海、20万1日本の工業製品メーカー、日本の輸送機器メーカー、日本の自動車部品サプライヤー、 日たアスティも、ありがとうございます。